アミン・マールーフは、レバノン出身、フランス・パリ在住の作家、ジャーナリスト。彼がフランス語で書いた著作は、多くの言語に翻訳されており、小説、ロック・オブ・タニオスで1993年のコンクール賞を受賞した。両親の祖先は、レバノンの産地にあるアイン・エル・カボーの村の出身で、シチラ・シュィと母・オデットは1945年にカイロで結婚した。 母方の祖父はマロンハーキリスト教徒で村からカイロへ出てトルコから来た女性と結婚した。父方の祖父はメルキト派東方カトリック教会の共同体出身で聖職者の子でありながら長老派教会に改修した人物であり合理主義者で世俗派で自分の子の洗礼を拒みフリーメイソンだった可能性もある。アミンマールーフ本人はカトリック信者である。 アミンマールーフは1949年、ベールートで4人兄弟の2番目の子供として生まれた。当時プロテスタント系の家庭は子供をイギリス系やアメリカ系の学校に通わせていたが、母はフランス系のイエズス会の学校へ通わせることを強く望んだ。彼はフランス系の大学で社会学を学び、ベールートの日刊誌、アンナハルで実績を積んだが、 1975年にレバノン内戦が発生したため翌年難民としてパリに移住した。当初はパリでもアラブ世界に関するジャーナリストとして活躍し、多くの論文や著書を書いたが、後にフィクション創作に専念している。マールーフの小説は内戦や難民の経験が強く反映されている。主な登場人物は異なる国、言語、 宗教の間を渡り歩く者や旅する者となっている。2011年6月、アカデミー・フランセーズ赤字29に選出された。2019年6月、レノーフラジでシビラゼーションスで教賞を受賞した。ありがとうございます。